ご覧いただいてありがとうございます。2025年の手帳を買ってきたので、その話をしようと思って、今回は動画です。で、今回買ったのは、今まで使ったことがない手帳を買ってきました。ノルティのティオ、英語、ブロック2週間というもの。で、ノルティっていうのは、能率手帳とかを作ってる、あ、裏は特に何もないんだ。能率手帳とかを作ってるメーカーさんですね。の、ノルティは多分ね、どっちかというとノート系のブランドの名前のはずで、で、そのノートタイプの手帳、なんかこういう感じ。結構薄手の手帳になってます。で、サイズは英語で、で、ブロック2週間でどういうことかというと、こういう感じです。だから上の方が最初の週。で、下の方が次の週。っていうふうに書ける。というタイプですね。でも、本当にシンプルに1月からこれがあって、で、まあ、カレンダーはあって、年間スケジュールもあって、で、あとは全部、2週間ごとのスケジュールで、で、まあ、最後にノートのページが何ページがある。っていう感じです。で、これは私は、仕事用に使おうかなと思って買ってきました。もともと、仕事用はバーチカルって言われる、まあ、これと同じような感じなんですけど、これのその、1週間分が、その一番上から下まであって、しかも、なんていうの、ちゃんと時間割みたいに全部、時間が書かれているタイプを、まあ、バーチカルって言うんですけど、バーチカルタイプを使っていたんですね、ここ数年。で、もともと英語版の国用のキャンパスダイアリーを使っていたりとか、で、その後は、実は意外とノートタイプの手帳ってそんなに数がないので、結構限られてはくるんですけど、やっぱり、いわゆる手帳、その月間もあって、週間もあってみたいなものがやっぱり主流なので、どうしてもそういうものが多いんですけど、まあその中で、こういうノートタイプのものを探して買っていたと。で、まあバーチャルを使ってたんですけど、まあいかんせん仕事の予定って全部ネットっていうか、社内用の、そのデータをやり取りするシステムみたいなもので使われることが多いので、まあ、もうそんなに、たくさん書き込むこともないかなという気がしてきて、で、まあ、2週間分、その代わり英語サイズにして、まあ、ちょっと書くスペースが多い、まあ、こういうタイプにしようかなという感じで、買ってきたっていうところですね。まあ、ちょっともしかしたらもう少し、まだ今8月ですから、まあ、8月で手帳出すっていうメーカーさんってかなり早い方だと思うんですよ。なので、これからもしかしたらいろんな手帳出てくるかもしれないんで、それを見て、あ、これにしようっていうふうにちょっと変えるかもしれないんですけど、ひとまず会社、仕事用の手帳はこのノルティにしようかなっていうふうに思ってます。というようなところで、話は終わりです。ご覧いただいてありがとうございました。